こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。どうしても英単語を覚えられないというお話がありましたので、こんな方法はどうですかというご提案です。勝手に名前を付けました、カンニングペーパー法みたいな形でカンニングペーパー作って、英単語を覚えられるんじゃないのというやり方です。で、カンニングペーパー、カンニングするのはいけないんですけども、自分で問題を作って自分で解く分であればカンニングペーパー作っても別に誰にも迷惑はかけないので、カンニングペーパー作って、でカンニングペーパーを作ると意外と頭に入るんですよね。で、明日この問題が出るって分かってると、それだけはしっかり覚えようと思うんですよね。ですのでそこを逆手にとって、寝る前に自分用、明日の自分用に、問題を作ってください。で、どういうことかというと、例えばなんですけれども、私生徒がよく使っているのがシスタンなのでシスタンを例に挙げるだけなんですけれども、これはどの単語帳でもよろしいかと思います。で、シスタンを例にすると、日本語でフレーズが出ていますのでそのフレーズを問題文として書いてください。で、いらない紙でもいいですし、コピー用紙の裏紙でも何でも構いませんので、それを20個ぐらい、最低でも20個ぐらい抜き出していただいて、で自分が覚えているはずのところを20問ぐらい、できれば30代から40代ぐらいやっていただけるとペース的にだいぶいいんじゃないのかなと思いますけれども、最低20問ぐらいそのフレーズを紙に書いてください。で、例えばですけれどもシスタンの中からパッと選んできたんですけれども、彼が なぜ遅れたかを説明するっていう形でフレーズを紙に書いてください。で、何回もやっていくうちにどうしても覚えられないものっていうのが出てくるかと思いますので、それは品質にするような形で自分でチェックをしていただいて、またこれ覚えてなさそうだからこれまた今回出そうかなみたいな形で出題者の気分になっていただいて、で、問題を作ってください。で、問題ができたら、紙のですね、左側に、このフレーズを書いていただいて、で右側開けとくような形でもいいですし、1行置きぐらいに、この問題を書いていただいて、ですぐ下に答えが書けるように、要は英語で書くっていうことなんですけれども、すぐ下に英語が書けるようにするでも構いませんので、問題を作っていただいて、でその問題を、最近どうなんですかね、各ご家庭にファックスが普及してっていうことがあるので、ファックスの機能を使うとコピーが取れたりしますので、それをコピーを取っていただければと思います。で、うちはコピーないよっていう方は、2枚作ってください。で、2枚作っていただいて、でそのうちの1枚にですね、明日、自分がやらなければいけない、これがカンニングペーパーです。答えを自分で書き込んでください。で、先ほどのこれですね、彼がなぜ遅れたかを説明するという問題に対して、答えですね、Explain why he was late というのを書き込んでください。で、何も書いてない方、要は問題だけの方を机の上に置いておいていただいて、で、歯磨きをして、で、布団の中に入って、で、布団の中で、スマホをいじってゲームをする時間かもしれないですけれども、そこでスマホをいじらずにですね、明日自分が出す問題の、カンニングペーパーをしっかり、布団の中で覚えて、寝てください。で、朝起きたら朝一ですね、歯磨き程度はいいかと思うんですけれども、カンニングペーパーを、もう一度見てしまうとどうなのかなというところで、そのカンニングペーパーをできれば見ずにですね、朝起きたら、歯磨きをする前でもする前がいいかと思うんですけれども、起きたらもう机にポンと座っていただいて、で、問題しか書いてない方、要はもう一枚の方ですね、それにいい答えを、先ほどのこれですね、 Explain why he was late、 これを書き込んでいってください。で、それが全部で20台以上やっていただくことによって、昨日の晩寝る前に、これが出るんだぞということで分かっていた問題の答えを見ているはずですので、できるはずです、覚える気になって見ていればできるはずです。ただ、スペルが書ききれないとか、先ほどのエクスプレインの L の後ろが AI だったのかな、 ANE だったのかなとか、そんなことで、悩むかもしれないですけれども、
まあ大体書けるはずです。で書いていただいて、でただ書けなかったところもあるよねということで、できなかったところ、朝の支度ですね、身支度を整えていただいて、歯磨きをして朝ごはんを食べて、制服を着てという身支度を整えて、出かけた後に電車の中等々で、自分が昨日の晩作った、カンニングペーパーと、今朝自分が解いた、回答用紙と、それを2枚を付き合わせていただいて、で電車の中で、あこれ覚え、いつもこれ間違うんだよねとか、というところを反省をしていただいて、でもう一度、電車の中ではまあ文字は書けないと思いますので、目で見ていただいて、どうしてもここ先ほどの例で言うとエクスプレイのスペルを間違えてしまうよとか、ホワイを使わずに違う単語を使ってしまうよとか、そんな形、あるいはエクスプレイン自体を忘れてしまって、アンサーミーみたいな形にしてしまうよとか、そんな形で、反省をしながら学校へ行ってください。で1日の空き時間、まあ学校の休み時間があるかもしれないですし、帰りの電車があるかもしれないですし、等々の空き時間の中でシスタンを、見ながら進めていっていただいて、で、進んだ中から、その日の寝る前にですね、また問題作りをしていただいて、で次の朝、起きたらその問題がまたできるかなってやっていっていただくということを毎日繰り返していただくことによって、毎日20問ずつぐらいやっていくだけでも、だいぶ進捗すると思いますので、できればこれは30問40問に増やしていっていただく、あるいは、先ほどのどうしても覚えられなかったところ、覚えられないフレーズについては自分の中でチェックをしておいていただいて、品質にしていただくという形で繰り返していただくと、どんどん頭に入っていくと思いますし、どうしてもシスタン等々の単語帳ですね、見て覚えよう見て覚えようということで空き時間だけを使って見ているだけで頭に入らない生徒さん、多いと思いますので、まあ書けるようにさえなってしまえば、まあ書けなくてもいいっていう形で見て覚えようとするんだろうとは思うんですけれども、書けるようになってしまえばこれ最強ですので、書くことを前提で、こんな形でシスタンの、まあ、単語帳のですね、フレーズで覚えていってしまう。で単語一つ一つを覚えるんじゃなくて、フレーズで覚えていってしまうと、他の、フレーズの中で応用することができますし、書けるっていうことはもう最強で、絶対に意味が分かってスペルまで分かっているということになりますので、まあ、そこを目指してですね、毎日寝る前の問題作りで15分、朝10分もあれば問題解けると思いますので、そんな形で時間をかけずにしっかり単語帳をやっつけていっていただければ、このやり方ですと熟語ですとか、あるいは精読するためのですねフレーズで覚えていただいてっていうことが意外に力になっていきますので、こんな形で英語の学習の基礎固めしていっていただけると、春の段階ですと力になるのかな、これが秋になってこれをやり始めてももう手遅れかなというところで、この半年にこの基礎の力をどうつけるかっていうところが鍵になってくるかと思いますので、時間をかけずにただ手間だけかけてですね、やっていただければなと思います。で、これはまあなかなかいらっしゃらないかと思うんですけれども、お父さんお母さんのどちらかとお子さんが意外に仲が良くてですね、この問題作りと、答えをですね、お父さんお母さんと楽しみながらできるなんていうご家庭がたまに見かけます。ですので例えばなんですけれども、お母さんが、シスタンの中から例えば前半の、第1章のところですか、じゃあ第1章のところから、問題作ってあげるねみたいな形で問題を作っていただいて、で明日出る問題だよって答え書いてから寝てねっていう形で1枚渡すと、で、翌朝、白紙のものが机の上に置いてあるっていう形をやっていっていただいて、でお母さんと、今日は何点だったね、これ苦手だねみたいな形で楽しみながらお子様とコミュニケーション取れるご家庭っていうのもたまにありますので、そんな形でお父さんお母さんが勉強の手助けしていただくっていうのも一つの手かもしれないですし、あるいは、学年が近いお子さん、年後で、ご兄弟がいて、で、今受験学年の高校3年生とすぐ下に高校2年生の、弟さん妹さんがいるよっていう形ですと、2人で力を合わせて、どうせ来年やるんだから、今のうちに一緒に覚えようねということで問題作りと答え書きの担当で、手分けをしたりですとか、そんな形も取れるかもしれないです。ですので、あまりいいよ
お子さんに勉強したの勉強したのっていう形でお尻を叩くばかりではなくて、じゃあ問題作ってあげるから、答え合わせは自分でやってねでもいいですし、あとはですね、お父さんで、まあ、子供が勉強するんだったら自分も一緒に勉強しようみたいな形で、一緒に勉強するということで、手分けをして、出産をやっていって、で、例えばですけれども夏休み7月の終わりから8月にある TOEIC のテストを一緒に受けようみたいな形で目標を設定していただいて、で、親子勝負をしていただくみたいな形で一つの楽しみであったり目標であったり、そんなことを見つけつつですね、力を合わせて頑張っていくっていうのも一つの手かもしれないです。まあこれができるご家庭はだいぶ少ないですし、私も、ほんの何件かしか見たことはないですけれども、まあそんな形でできると、まあ勉強も一つ楽しみになるのかななんていう、印象も持っていますので、まあ、辛いばかりのお子さんにとっては辛いばかりの勉強かもしれないですけれども、家族で力を合わせてですね、覚えるっていうのは、まあ、本人さんがやる気を出さないと、どうにも手助けができないことですので、まあ、やる気を出させるという形でばかりで見るんではなくて、一つの楽しみゲーム感覚みたいな形でやっていただくっていうのも一つの手かなと思っています。ぜひ参考にしていただいて、この受験学年、乗り越えていただければなと思います。では今日のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。